本殿2012年8月、落雷で被災した、小カラス社落雷で被災したカラス神社の仮本殿にもなっている。カラス神社は、三重県津市カラス町にある神社。近代社格制度に基づく、旧社格は、県社でカラス町の町名の由来となった神社である。伊勢神宮高大神宮の祭神、天照大美香の妹神とされる、千姫命を祀る。このため、 おい勢参りをして、カラシュに参らぬは、カタサングーと言われ、年中参拝者が絶えなかったという。主祭神は、千姫命、愛、殿神としてお年大神を祀る。社殿は、神明作りで、アマテラス大神の妹神とされる、千姫命を祀るが、文献には、伊勢神宮との関係は書かれていない。身体は石で、本殿内に、白木の箱に入れて収められている。 20年に一度戦宮を行う。主祭神の地姫命は、婦人の守護神だとされ、旗織との関係があることから宝石業界からの信仰、神宮皇后の軍船を守護し導いたという神話から、航海の神、海の守り神としても信仰されている。神宮との関係から、教派神道の大元の関係者の参拝も多く行われてきた。神域は、 伊勢湾に面した松林の中にある。境内は9997坪あり、本殿や拝殿の他に境内者の小カラス社、大国社、稲荷社、浜宮、中根社、馬屋社、絵馬や写真を奉納する絵馬殿がある。小カラス社は、地姫命の改まとカラス町内十一社から合祀した神々を祀る。社として、白東平八郎水のと、 徳とみそ寺室の額を有する。社殿では、飛鳥時代の金明天皇の代に、カラスの浜に、夜ごと御神家が現れ、住民がたたりだと恐れをなし、一四字か青木が祈りを捧げ、神のお心を通った。すると、いとけなびめ命のお告げがあり、幾多神社から勘定して創建された。別の説では、大道二年創建という。大道二年は、大友文森が平定のために、 伊勢国に赴き、平定後に、カラス神社へ参詣し、和平の制約として、矢を奉納した年である。演起式には、稲葉神社として記載され、祭人は、稲葉八条姫命とその子木股神の二柱であり、俗称が、カラ主社だとしている。ただし、カラス神社ではなく、寿司稲葉町の稲葉神社を、演起式の稲葉神社であるとする説もあり、 内務省が1874年9月に調査を行い、1875年6月に、稲葉町の稲葉神社を式内社に否定、か、漁師者は式会社のカラス神社となった。社殿の造営修理には傾聴まで、伊勢国氏が傾聴以降は、津藩主の東道氏が資金を拒出し、東道氏は、関元年中に30国余りを診療として寄進した。このように、 カラス神社は半ば完兵者としての待遇を受けた。一方で、境内にある小カラス社は、純粋にうぶすながみとして祀られてきた。シャムは、山田三方の上部下が預かった。カラス神社に参らなければ、片山宮と言われたことから、江戸時代に一年中多くの人々が、お伊勢参りの往路、または帰路に、カラス神社へ参っていた。1875年に豪舎に列せられ、 1882年に、県社に、昇格。1906年に、新鮮兵白領とも新社に指定された。2012年8月11日午後2時50分ごろ、落雷が原因とみられる火災が発生し、かやぶきの本殿屋根全面が焼けた。身体は無事であった。以下の4社が、カラス神社の分社である。例祭は、7月15日のヨガラス祭り。 8月15日から8月16日の宮踊りの二つが大きく、4月21日に千座記念再建春祭り、11月25日に秋、祭りも行われる。6月30日には、茅やの枠ぐりがある。その他毎月1日と15日の月次祭、祝日の祭礼がある。ヨガラス祭りは、 その名の通り夜に行われる祭りであり、三重県では珍しい夜に参拝する神事である。境内では地元の青年団や婦人会などの会員による手踊りが奉納され、花火も行われる。婦人会の会員は揃いの浴衣を着て踊り、祭りの客も輪に入って踊る。三重県の他の地域で観光踊りと呼ばれるものと同様であるが、観光よりも大きな太鼓を使うのが特徴である。 カラス町外では、喧嘩踊りの名で呼ばれるが、カラス神社で再興させるため、カラス町民は、宮踊りと呼ぶ。風彩踊りとも称する。1970年2月25日に、カラス町の宮踊りとして、三重県指定向け民族文化財となった。毎年8月15日に行われ、町内の馬場、下、沢原、小松の4つの小技がそれぞれ4人で一組を作り、 頭にお長鳥の尾の羽をつけ、異性よく夜を徹して踊り続ける。衣装や踊りは各区独特のもので、各区が順番に踊り終える頃には翌朝になることもある。踊る順番は神社の境内でくじ引きで決定する。20年に一度本殿と拝殿を建て替える、式年遷座が行われる。2014年4月21日2885年以来7度目と、 なる潜座が行われた。潜座費用はすべてうじ子負担であることから、2014年実施の式年潜座では、人口減少によるうじ子の負担を圧縮するため、配電の建て替えを取りやめて、移築都市、かやきから、ど板いたきへと変更された。潜座では、午後8時に宮司がのりとを読み上げた後、天岩戸の古事になぞらえて、かけこうと鶏の鳴き真似を行い、 蝶鎮の明かりだけの中、新都のへ向けて、白布のに覆われた神体と宝物が運び出される。宝物は、自治会長や神社の造営委員が運ぶ。神都の絵、神体、宝物を収め、宮司が鍵をかけて、先座の行事は終了する。置き引き置き引きは、カラス神社で20年に一度行われる、カラス町内の9つの自治会がそれぞれ神社境内へ。 社殿造営のための溶剤を引き込む祭事。都市指定向け民族文化財である。2013年3月29日から3月31日に行われた置き引きでは、カラス町を管轄する津南警察署勤務の大半の警察官が現場警備に当たり、酒に酔った若者らが畑に転落するなどしたが、大きな事件、事故はなく無事に終了した。出汁を引き回すため、 カラス町内の幹線道路は通行止めとなる。カラス神社ではカラスを描いた扇子を祭礼の時に販売し参拝者が絶えなかった江戸時代には多くのものが買い求めた。カラスの名の由来としてカラスの住まうチであったことからまたはカラス神社でカラスの扇を売っていたことからという説もあり、カラス神社とカラスは縁がある。カラス神社のカラス線には 次のような伝説がある。あい、殿神の大年神の子が、カラスの地を訪れた時、地主神が旅人に牛肉を食べさせているのを目撃して、怒り、耐え稲子を放った。稲子は稲を食い荒らし、困った。地主神が、大年神に伺いを立てると、浅枝を持って風を作り、その風を使って、縄代の苗を払い、歯で吐き、天王草を押し付け、カラス船で仰ぎ飛ばすようにと言われたため、 その通りにすると、稲子被害は収まった。この伝説は、古語周囲にあるものと同様である。カラス大橋付近に残る、常夜島伊勢山宮街道。伊勢山宮街道の分岐点は、津市藤枝町の市安橋、松阪市、蘇原町の御門橋、松阪市中林町の昭和橋の3カ所である。カラス町内の区間は、三重県道575号カラス公園。 島の基線に指定されている。カラス大橋のたもとには、常野灯と同票が残る。常野灯は、現時2年のもので、参拝者の安全のために建てられた。また、JAM へ中、カラス支店の向かい側には、コンクリートに半分埋まった同票がある。カラス神社へ、公共交通で行く場合、JR、近鉄、伊勢鉄道津駅より30交通路線バス32、 京都カラス公園行きに乗車、または近鉄被災駅より30交通路線バス21、京都カラス公園行きに乗車、カラス神社前下車すぐである。神社周辺には、津市産デルタカラス、高砂公園、カラス公園、津市立カラス小学校などの公共施設がある。ありがとうございます。